ティモシー・シュライバーティモシー・ペリー・シュライバーは、スペシャルオリンピックス国際本部会長。1959年8月29日、マサチューセッツ州ボストン生まれ。父親、ロバート・サージェント・シュライバー・ジュニアと、母親、ユーニス・メリー・ケネディ・シュライバーが1968年、創立した、スペシャルオリンピックス運動を1996年、引き継いだ。その経歴としては、 コネチカット州ニューヘブンの公立学校にて教員を、そして障害を抱えた若者のための進学プログラムのコネティカット大学の文化でカウンセラーと教師を務める。その後、イエール児童学習センターで学校開発プログラムの研究員になる。さらにコネチカット州ニューヘブンの公立学校で社会開発計画の立ち上げに、そしてイリノイ大学で教養家庭向けの 感情と人間関係の学習プログラムの開発に携わる。文化的な活動としては、劇場映画アミスタッドとテレビ映画ロレッタ・クレイボーン・ストーリーの制作に協力し、ABC、NBC、TNT ケーブルチャンネルの番組制作に携わってきている。妻はリンダ・ソフィア・ポーター。彼はケネディ家の一員であるが、これまで 政治的な関心は示さず一貫して社会奉仕活動に従事している。2005年2月24日来日同月26日長野市で開かれた SO 陶器世界大会開会式出席。ありがとうございます。